Yeah, it's fantastic. Hey, what's up, dogs? 井上サンタです。今回のサンタスティック TV はですね、2018年のサンディエゴコミコンに行ってきた話をしたいと思います。この日はですね、朝8時からちょっと緊張する案件があったんですけどね、まあ、いけるかなと思ってたんですけども、無事その案件が終わって、いつものマイメンカズくんと合流して、5号線かな、とにかく LA からサンディエゴまで1本のこうフリーウェイでずーっとまっすぐ行き道なんですけどね、サンディエゴのコミコンを目指しました。はい、でこれがね、サンディエゴのダウンタウンに着いたところなんですけどね、もうとにかく街中がね、至るところで宣伝カーが走っていて、そしてもう街中がね、ちょっとしたお祭り騒ぎになっていて、でコミコンっていうのはね、4日間か5日間開催されてるんですけど、この開催期間中はこのサンディエゴの街中全体が、コミコンになってしまうっていうかね、オタク、映画好き、漫画アニメ好きで溢れ返っているっていう非常に、活気を呈している街になってるんですけども、普段のサンディエゴはもうちょっと閑散としてるらしいんですよね。でね、僕がねサンディエゴのコミコンに来たのは今回で4回目ぐらいなんですけども、非常にね朝早めに来ないとね駐車場が混んでるんですよ。で先ほども申したようにちょっと野暮用があって、ちょっとのお昼ぐらいになったんですけどね。で、会場のね、近くはね、70ドルみたいな、1日70ドルとかっていう、すごい、掘ってる、駐車場があったんですけど、まあ、ちょっと遠くに行っていると、この今見ました、ライカライブっていうね、宣伝自転車走ってたんですけどね、ライカっていうのは、ストップモーションアニメのね、非常に優秀なスタジオなんですけど、パラノーマンとかね、コララインとか、去年とか一昨年はね、クボー&ザ・トゥ・ストリングスっていうね、日本を題材にしたね、アニメ、ストップモーションアニメなんかも作ってたんですけどね、それのね、イベントがあるらしくってね、でこのキャッスルロックっていうのは、Hulu のテレビドラマで、ね、7月25日から始まったんですけど、J.J. エイブラハムスがプロデュースしていて、で、スティーブン・キング原作と、ちょっと見てみたいと思うんですけど、今日のね、カズ君はね、ちょっとレアなアキラティを着ていてね、なかなか決まったんですけど、でこういうカラフルなね、キッズのこのおもちゃ屋なのかな、違うかな、あったりとかして非常に、街がね楽しい感じになってるんでね、車を止めた後にですね、なかなかワクワクが止まりませんでした。このサンディエゴポリスのちょっと車すごくないですか、こう伸びていって、高いところにね人がね、おまわりさんがいて監視してると思うんだけど、これ日本の渋谷のスクランブル交差点とかになかなかいいと思うんですよね。ハロウィンの時期とか、何でしたっけ、サッカーのワールドカップがあった時もね、渋谷のスクランブル交差点で DJ ポリスがね上の方でね鎮座増してるといいんじゃないかなと思ったんですけど、そういった意味でね、なんかアメリカがねちょっとした未来なんですよね。なんか Future is now っていうかね、 Already is the future っていうか適当な英語ですけど、でこういうねサイファイって書いてあるね、企業でもらえるね宣伝になってる、もらっているけど背中で宣伝しているっていうね、いろんなねチラシとかもらえるんで、まあ、幕張メッセとか言ってる皆さんは当然ご存知でしょうけど、この人はあれなんだよね、ダース・ベイダーのディスコバージョンみたいな、ちょっとツイストしたコスプレしてるんですけど、まあ街中中にもう会場に着くまでに、コスプレイヤーがもうすでに溢れ返っていて、一緒に撮りたいわみたいな、このおじさんなんかこの世で見た一番のディスコダース・ベイダーだよみたいな言ってましたよ。でそうするとね、スターウォーズのね、
ちょっと渋いコスプレをしてるね、人たちがいるんだ。このおまわりさんの乗ってるやつもちょっと見逃せないんですけど。これとかほら、ちょっと白人さんがやってるから、ちょっと役者かなみたいな、ちょっといい味出してるおじさんとかね、いたりするんですけど。ここのピーナッツショップがね、ちょっと気になってたんですよね。で、なんかこの期間限定なのか、まあ常設の店なのかわかんないんだけど、ちょっとこの日忙しくてね、中に入らなかったんですよ。で、だんだん大人になるとこういう我慢が効くようになっちゃうっていうね。で、こういう日本語を書いてある T シャツもね、よく外人さん好きなんですけど、アメリカに来てて外人は俺だろって話もあるんですけど。あと、まあね、日本でもね、なんて書いてあるかわかんない文言の英語を、まあみんな我々着てるわけですから、まあ同じですよね。で、そうこうしてるとね、だんだんね、サンディエゴコンベンションセンター、見えてきたわけなんですよね。And, this time, maybe, if you're waiting for my English, I'm sorry, this time I use Japanese a lot.Sorry about that. それでですね、この踏切を渡ったらですね、ついに会場の中に入れるんですけど、このシンプソンズの電車とかすごいですよね。とにかくもうオタクが集まりまくってんで、街中が宣伝で溢れ返ってんですよね。それ見てんのもカラフルで楽しいんですけど、ほらこっち側もまた別の電車が通っていて、電車と電車に挟まれちゃってるんですけど、みんな楽しそうに待っております。で、これがね、やっと会場の中に着きました。これはギレルモ・デル・トロ関連作品のコスプレだと。で、スターロックってね、マイメインがね、来てくれました。で、こちらが赤い服着てるのが、うどんエンターテインメントのエリック・コーさんなんですけどね。Thank you, Eric, this time for your kindness. Appreciate it. And thank you, Star Rock, for your kindness. And this is Kazu-san. So, 我々は、こうやって、メリーポピンズ。いやー、とにかくそこら中にコスプレをしてる人たちがいるんで、ちょっとスターウォーズのなんかこう空港に着いたようなシーンに、まあ、なんですかね、甲冑着てますけど。ギャラクシー何でしたっけ、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーですよね。会場の中も人で溢れ返っていて、ものすごい、オタクの熱気を感じておりました。But I love the fact
で一旦外に出て、これがねさっき話してたライカライブなんですよね。ただ非常に、long line、lots of people waiting for the long line だったんで、ちょっとね中がねすごい気になってたんですけどね、まあちょっと今回パスしました。どんどんやっぱ大人になっちゃうと諦めが良くってね、いやー非常に天気が良かったんで、ここ1日 2,3 往復したんですけど、日に焼けましたよねこの日は。 And this is a Demolition Man 25th anniversary version of Taco Bell ということで、シルベスター・スタローンの映画デモリッションマンだったじゃないですか。あれの25周年を記念してタコベルがすげえなんかねファンシーになってたんでね、なんだってね、このスターロック君に聞いたらそういうことだっていうの。で確かそのデモリッション名の中でそのフューチャータコベルが出てきてたんですかね。なんか6時になんないと開かないって言うんでね、 So we wanna eat the lunch here but it's open from the 6 p.m. so we moved to the another place だったんですけど、ただね6時にね結局このタコベルにちょっと戻ってきたらば、もうすごくロングラインがね already できてたんですよね。ということで、サンディエゴコミコン前編はここで、ちょっとおしまいにしたいと思います。So please wait for the next episode for Comic-Con 2018. ということで、後編の動画をお楽しみにしてください。ということでまた次回です。ABC! Fantastic.